皆さんこんにちは、こんばんは。オレ流チャンネルの西山麻紀です。なんだか素敵な空間に座ってるんですけど、近光さんという銀座のお店の方に私本日お邪魔させてもらっております。なんでかというと、オレ流チャンネル西山食堂とコラボというか、一緒にこうやりたいですっていうふうにお声掛けしてくださって、まあこんな時期ですけど、私今日一人で昼間にお邪魔しています。早速なんですけど、この近光さんで料理長やられていますヒロさんをご紹介したいと思います。ヒロさん、こんにちは。こんにちは。はじめまして、西山麻紀です。料理長のヒロと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この近光というお店はですね、はい、フルアテンド焼肉というスタイルで、うん、焼きをすべてスタッフが行って、最高の人たちを過ごしてもらおうというコンセプトでやっております。ザ・高級焼肉みたいなイメージになっちゃいますけど、はい、そういう感じのくくりでいいんですか？そういう感じのくくりです、はい、よかった、ジャケット着てきて、はい、今日はどういったものを私は食べれますか？近光一押しの5品を召し上がっていただきたいなと思ってます。嬉しい、はい、料理長緊張してましたよ。料理長、西山さんプレッシャーだって。いや、そんなこ、私がこの空間にプレッシャーなのに、隣に座った料理長がなんかもうカチカチで喋ってるから、あれ料理長って。いや、芸能人って知らず知らずに一般の方に、ね、良くないよ、言い方が言い方が良くないよ。私がどれだけ今日こいつ一応銀座に来るからしっかりしてきたんだなって思ったでしょ最初。そう、びっくりしました。なんかもう早速すごいんですけど、どうしよう。和牛ウニトロドッグという名物商品になります。フレ肉のユッケの上に、この宮城県産のウニと北海道の西のウニを乗せて召し上がっていただくと。死んじゃう、大好き、絶対大好き。やっぱこのユッケで一番推してるのが、サーロインのお肉と、うんうん、バラ肉、うん、やっぱ少し脂が入った方が甘みがあって美味しいんですけど、近光はヒレ肉を推してるお店になるんで、へ、今回はヒレ肉、ユッケをご用意してます。そうなんだ。これはもう名物なんですか、近光さんの？はい、これはもう必ず召し上がって。すごい、へー、お醤油なんだ。いただきます。いただきます。はい、うん、めっちゃ美味しい。ありがとうございます。ユッケとウニのまろやかさと濃厚さと甘みがあって、この海苔のパリパリ感が、正直ごめんなさい、お寿司屋さんにいるみたいな。あ、そうですね、めちゃくちゃ高級なお寿司屋さんの巻物食べてるみたいな感じで、一体化して溶け込んできますよね。はい、ユッケとウニの相性がすごくいいと思うんで、すごい美味しい、いただけますね。1年に1回でもいいからご褒美に食べに来たいって思う感じの、もうハマっちゃうと多分月に1回食べないと嫌だぐらいの。そうですね、はい、感じですよね。はい、もう中毒性ありますね、これは。これはじゃあ例えばお家で、はい、似たようなものを作りたいなっていう時って、はい、こう、なんかおすすめありますか？お家だとその生肉ってものが食べられないので、うんうん、やっぱローストビーフを細かくこう刻んだものを醤油、砂糖、ごま油とか合わせたユッケのタレを作って合わせてもらって、ほう、その上にこうウニのしてもらえれば近いような味になるかなと思いますね。なるほど、はい、ローストビーフを使えばいいのか、はい、あ、でもそれちょっとできそうですよね、お家でも。何？あ、初めて見るかもしれない。大丈夫です。黒毛和牛の最高級のタンでございます。これが普段お見かけするタンのさばく前の姿です。人によったらモザイクものになる気がするんですよね。はい、この目の前コースっていう、この目の前でお肉をさばいて焼きまでやるっていうコースがある、特別なコースがあるんですけど、そちらではこういう風にお見せして目の前でさばいてっていうことをやってます。へえ、はい、そんなのもあるんだ、すごい。そしてこちら先ほどの塊をさばいた、こちらが厚切りで、こちらが薄切り、タンも綺麗。じゃあまず薄切りから焼いていきます。はい、お願いします。
なんか単焼焼くこだわりとかってあるんですか？この薄切りのタンを焼くときは片面をしっかりパリッと焼いて、もう片方は少しレアめにプリッと仕上げて、2つの食感を同時に味わっていただけたらなという思いになります。なんですか、こういうタン元のタンはよく焼いた方がいいんですか？食感が焼いても柔らかいんで、どちらかというと僕は結構攻め気味で焼くんですけど、生だと逆に歯切れが悪くなっちゃうこともあるんで、結構しっかりめに。そう、こちらレモン絞っていきます。はい、このまま食べていいんです？はい、そのまま召し上がってください。お、プリプリ、プリプリなのにジュワーってめっちゃジューシーです。はい、続いては厚切り焼いていきます。はい、お願いします。このタン塩の食感に近いスーパーでも売ってるようなお肉ってあると思いますか？はい、セセリとかがちょっとプリッとした感じがちょっと近いかなと。なるほど、確かに、ね、そうですね、はい、味付けも一緒にしたら、そうですね、すごい似てそうですね。はい、レモンで食べたらもうほぼタンですね。このタンを焼く時のコツなんですけど、このまあ最初に焼く面がもう胡椒の方から焼いて、そう、さっきもそうじゃなかったんです、はい、そうなんですよ。じゃあ上になんかかかってたらそっちの方を下でした方が、はい、味がこう染み込むんですね。そうですね、はい、旨味が膨らむと思います。何年焼肉とお仕事されてるんですか？2年です。あ、そうなんですか。え、それまではそれまでは全く別の仕事と、それこそダンサーやってたんですけど。すごくない？え、なんか人生に夢を与えていますよ、今絶対。うん、料理長の人生は。そろそろ焼けましたね。はい、まず柚子胡椒。柚子胡椒か、はい、こんぐらいつけて。うん、最高。甘さがすごい感じます。あ、そうですね、はい、甘さが厚切りしたのが。いただきます。なんかね、柚子胡椒とまた違う美味しいって感じるのは柚子胡椒で、山椒は口の中でうわーって広げる感じ。次のお肉をお持ちいたしました。何？分かった、噂の、はい、こちらが僕の大好きなハラミと、これがこの近道で一押しのヒレ肉。これヒレ肉なんだ、はい、めちゃくちゃ綺麗ですね。はい、この上品な感じでサシが入ってて。へー、ほら見て、すっごい綺麗ですよ。アコーディオン。アコーディオン。全部ほぐれていく感じです。そうです、ほぐれていく、まさにその通りです、うん、繊維が結構強いんですけど柔らかくほぐれる感じがハラミの特徴の一つです。ハラミなのにハラミじゃないみたいですね。サーロインみたい。サーロインみたいです。宮城県産のヒレ肉、シャトーブリアンです。シャトーブリアンっていうのをヒレって言うんですか？ほんと一部分だけがシャトーブリアンって感じです。あ、そうなんだ、はい、サーロインのちょうど下あたりにこうヒレ肉っていうのがあるんですけど、普段全く動かさない部分なんで、その柔らかい。ヒレは温める程度。あまり強火で焼きすぎると水分が飛びやすいんで、うん、もう弱火でじっくり温めてレアな状態で召し上がっていただくのが一番美味しいと思います。ほぼ生レア。お肉じゃない。お肉じゃないですか。ですね。赤身なのにトロになってってるみたいな、はい、筋ゼロのマグロみたいな感じです絶対これは食べに来た方がいいです。食べなきゃ分かんない感じ、はい、届けきれないこの美味しさと感動が。あー、なんだ、なんか来た、なんか来ました。お待たせいたしました、カツサンドでございます。出た、はい、こちらの近道のカツサンドは白いカツサンドというカツサンドになってます。こちらニンニク、玉ねぎ、
リンゴ、蜂蜜を使ったあの特製のソースになってます。あ、ソースがかかってる、はい、このソースの白さと、あとこちら表面をこうふわっとさせるために焼き目をつけないように内側だけ焼いてるんです。へえ。これ十分仕上がってるんですけど、はい、あの仕上げのちょっとあの意識っていうのがありまして、はい、それであのやっと仕上がりますんで、ちょっと失礼しますね。わかりました。仕上げます。はい。はい、和牛に感謝、生産者に感謝、そして何よりお客様に感謝ということで言っておきましょう。うーサンキュー。仕上がりました。ありがとうございます。そうだ。ご希望あった時はこのやり方。ないでしょ。あ、パンふわふわ。いただきます。うん、このタレ美味しいですね。はい、ヒレ肉が柔らかいし、パンも柔らかいし、なんだったら多分一番このタレがみんなを抱きしめてる感じ。抱きしめてる、わかります。はい、弱き者たちを。この美味しさのベースになってるそのソースが、リンゴ、蜂蜜、ネギ、ニンニク、玉ねぎっていうことなんで、その素材を使えばこうミックスしていくうちにこの味にたどり着けるということなんで、これはちょっと冒険してみるべきだと思います。私もこれもやってみます。わ、なになに、なんですか。お待たせいたしました。こちらもあの名物になるんですけれども、チカミツです。うわー、なんですかこれ。こちらはですね、ご飯がジャコとアーモンドの酢飯になってまして、はい、その上にユッケと、ウニ、イクラをこう贅沢に盛り付けたものになってます。バカだ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 。どうやって食べるんですか。じゃあ盛り付けていきます。はい、ありがとうございます。でも牛肉と他に相性いいみたいな、逆に海産物とかってありますか。最近ですとホタテとか。どうするんです、ホタテ。ホタテと、熟成したヒレ肉ってのがありまして、うん、そちらと合わせてなんかちょっと癖の強いバターで食べたりとか。へえ、はい、やっぱあの癖の強いものには癖の強いものを合わせると相乗効果でうまみになる、はい、うまみになるっていう。へえ、面白い。こちらわさび醤油を少しかけて召し上がってください。はい、こんな。うん、私声出すの早かったでしょ、うん、ここでもうアーモンドの香りスタートで、はい、全部の風味がめちゃくちゃ合うんですね、はい、だってジャコもなんか焦がしてるみたいな感じにしてます。火を入れて、うん、はい、ジャコとアーモンドがなんかね、二卵性の双子みたいな感じ。そう、一卵性まで一緒ではないんだけど、はい、めちゃくちゃなんか同じ種類の香ばしさを醸し出してて、めっちゃ美味しいこれ。ありがとうございます。もう多分白いご飯よりこっちがいいってなりそうです。はい、これ食べちゃうと。ウニとイクラこの量あると結構重たくなりがちなんですけど、うん、やっぱ酢をちょっと強めに効かしてるんで、うん、あの最後まで召し上がっていただけるかなと思います。ですよね、はい、お吸い物はすごいシンプルな。あ、シンプル。ただあの牛だしをしてますね。うん、先ほどのあのヒレ肉を剥いた時の、うん、この筋が出るんですけど、あれを使用した出汁を使って仕上げてますんで。え、ネギと生姜しか入ってない。ネギと生姜しか入ってないです。九条ネギと生姜のお吸い物です。二段階のなんか香りが来る。和出汁と、はい、牛出汁合わせます。最後に来るのが牛ですか、この香り。はい、独特、ちょっと独特な感じがある。美味、うんうん、しい。本日は本当にスペシャルな5品プラス一品の6品を担当していただき、本当ありがとうございました。ありがとうございました。改めてですけど、はい、料理長の方から何か皆さんにお伝えしたいことがあれば。はい、はい、牛蜜グループ、そしてこのチカミツ、焼肉を通してお客様には感動と驚きと楽しい時間を提供したいと思って頑張ってますので、ぜひ一度は足を運んでいただいて、最高のお肉を、最高の時間を味わっていただきたいなと思いますので、ぜひお願いいたします。はい。
もうね、近道さん、牛道さんっていうあのワードは東京に住んでると必ず耳には入っていて、あの知ることはできる名店さんだとは思うんですけど、今日私が初めてお邪魔させてもらって、皆さんに言えることはほんと一つだけ、一度食べてみてこのテンションを感じてみてほしいなっていうふうに思いました。とってもとっても楽しくて美味しくて幸せな時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そんな感じの本日のオレリューチャンネルとなりましたけど、またもしよければここでお会いできたら嬉しいです。それでは、あ、今からせーのって言ったらチャオって言ってくださいね。せーの、チャオ。